で声もね聞こえないと思うよ、こんだけ雨降ってれば泣いてもね、ね、あのおじいが泣かねえっつったけどね、そう、まあ、多分ね、うん、そう開けたおやすみってポンポンさんこうありがとうありがとうね、つなこさん頭はペットショップってメルちゃんもう帰ってこないかもね、さようなら言えないママね、最悪な別れって、うん、まあまあね、たまちゃんそんなにはな遠くへ行かないから多分この周りにいると思います、私はね、うん、遠くは行かないあの猫、うん、まして雨降ってる、うん、軒下にいると思う、玄関かね、玄関にいても、うん、玄関が開いてなきゃ入ってこないね、ほんでね、うん、濡れないようにこう入ってくるって頭あるから、たまちゃん利口は利口、うん、そうですよ利口です、うんね、うん、本当利口なんですよね、うん、ああもう1時半です、うん、倒れてたら夜間、うん、夜間動物院に連れてってあげてねって、うん、そうですね、うん、ね、うん、どうね、多分、うん、ね、ずっとねタンスにいたからだから出たんだと思う、うん、た戸棚、うん、ずっと戸棚にいた、今日は戸棚で寝てた、だから昼間活動しないから、うん、だから夜出るんだよね結局はね、そう多分ずっといたもんね、雨降って夕立ゴロゴロってあの音嫌いだからずっといましたよね、そういました、ね、うん、ホリンちゃん、タマちゃんな、年が分かんないんだよね、うん、皆さん、皆さん少しでもナイスよろしくね、71名の方よろしく、これから私終わってからタマちゃん見つけますから大丈夫ですよ、外では出られないけど読みます、たまたまってすぐ寝ないですから、うん、片付けながら、うん、時々呼べばいつか気にすると思います、うん、帰ってきたら配信つけてほしいですけど、心配なリスナーさんもたくさんいますからね、そうですか、うん、たまちゃんすぐにお家に入れますようにってね、うん、また配信つけたら、うん、皆さんにご迷惑かかりますよ。ね、ね、そうでしょ。大丈夫かな、うん、大丈夫かな、ね、うん、ありがとう。ありがとうね。うん、143。それは大丈夫ですよ。大丈夫なの？いましたって、うん。見つかるといいね。そうですか、うん、皆さん大丈夫ですか、うん、大丈夫です本当に、うん、じゃあいたらまた配信つけていいんですか、うん、見つかると全然 OK 大丈夫です本当分かった、今帰ってきましたね、私ね薬飲まないでね待ってました、おいで片付けて、うん、おいでね薬飲んじゃうと寝ちゃうんで、うん、あのね、そうしたらね、今、にゃーんって言ってね、帰ってきました。ええ、皆さん、ご迷惑かけて、すいませんでした。こんな遅く、悪いなーと思ったけど、うん、皆さんが心配してたんで、
ネット今つけたんですけど、うん、くりまんじゅうさんありがとうって、うん、よかったって北斗さん嬉しいって、うん、もうねたまちゃん喜んで、うん、そう久美子ちゃん吉江さんまだ起きてたのってたまちゃん帰ってきなかったからって、うん、そう私ね、うん、薬飲むと寝ちゃうんで薬飲まないでいた。そしたら今ねにゃーんって泣いてね、うん、ほら帰ってきたよって起こし言ったんです。ありがとう浦和先生、ありがとうありがとう、うん、盛り上げにゃんこちゃんありがとう、にゃんこちゃん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 つめーありがとうありがとう、うん、ゆりちゃん嬉しいって、つなこさんよかったって、えりこさんぽんぽんさんこありがとう。でも皆さんもうあれですね、うん、伝えたから皆さんに迷惑かかるから、うん、切った方がいいわよね配信。だって皆さんね、うん、もう3時15分です。15分、本当にありがとうって、こちらこそ明日休みだから大丈夫だよって、先生そうですか、じゃああれかね30分ぐらいいい大丈夫ね、ペンちゃん、あ黒、あつなこちゃん家の中にいたのかな、外から帰ってきた、うん、そうたまちゃんも喜んでますよねって、そうたまちゃんねちょっと濡れてた、だからね綺麗にねティッシュで綺麗に拭いてやってね、うん、にゃーんつって帰ってきましたよ。はい、あけたん、よしえさんどうしたのって、たまちゃんがねいなくなっちゃったんだよ。ほんでね皆さんがねこんな風が強くてザーって雨降ってね、嵐のちょっとねそういう傾向だからってね、あら何ですか、ゴキちゃんがいたよ、でかいゴキ、ゴキ、あえええええ、今どっか怒った、えゴキがいた、いやでかいゴキが一匹、逃げられた逃げられた、うわーって、あらーって、今ねここでこうやったらここにいた、ここの開けるとに、うん、ゴキがいた、うん、ありがとうありがとうね、うん、もう終わるかんねこの一枠、あと9分ってある、9分、ありがとうみんな本当にありがとう、騒がしてごめんなさいね、うん、ね、ありがとう、うん、9分ゴキいたよ、えねこっちゃ、うん、ね、ゴキもね逆さになるわ、捕まえられるんだけど、逆さじゃないと逃げ足早いね、そう栄養満点ってね、捕まえられないと増えちゃうよって、今逃げられた、うん、洋服についてました。笑う。え、私の本当本当どっか怒ったかさ。スカートくっついてるかさ。本当？あらあら、どっかにいるはず。また出てくると思うよ。きっとね。